ついこの間お正月になったと思ったばかりなのに、もう一年が半分終わっちゃってる、なんて思ったことはありませんか？ふゆき、サラダを混ぜててくれる？オッケー。はい、でっと、次は…うわあんたたち、そんなとこで何やってんのよ！どうしたの、お姉ちゃん？おかわりプリーズ！ケロロ、あっという間の侵略、ピエリマス！一体どういうつもり？いやー、いろいろありまして。その、限界だったんだ。それ以上は聞きたくないわ。あんたたちには罰として。夏美殿、マジでこれには訳があるんでありますよ。いや、これ本当。訳？そうであります。ほっほっほ、それは我が輩たちにとっての一週間前のことじゃった。おっと、そういえば今日の格言は多い矢のごとし。何のことでありますか？時間はあっという間に過ぎてしまうという意味だよ。だから時間を大切にしようっていう格言なんだ。なるほど、あっという間に過ぎゆく時間を大切にでありますか。多い矢のごとし。我が輩はこの格言にペコポン侵略の大いなるヒントを得た。すなわちあっという間のペコポン侵略作戦であります。あっという間の侵略？なんだそれは。情報によれば、本日間もなくペコポン中のお偉いさんが大集合し、重要な条約を締結するらしい。そこでだ、条約にサインしようとする一瞬の間に書類を入れ替えてしまうのであります。これがその入れ替える書類、ペコポンをケロロ正体に譲り渡すという契約書であります。はあ、そんなもの簡単にサインするわけなかろう。そもそもそれと婚姻屋のごとしとどうつながるんです？っていうか意味不明。ぐるる総長、ヘイユー、じゃがじゃーん。天の道を行き、すべてを司る自由。こいつの挑戦を浴びるとケロックアップといって、1秒1週間の長さで利用できるようになるぜ。つまりテコポン人どもが1秒過ごす間に、我が輩たちは1週間もの間やりたい放題になるということなのであります。我々だけ1秒1週間に引き伸ばすだと？ってことはテコポン人がもうとか言ってる間に、僕たちは1週間分のおやつを食べれるってことですよね。それでペコポン譲渡契約があっという間に成立、侵略完了であります。なるほど、誰も傷つけることなくペコポン侵略が終わるということなら、拙者も協力するでござるよ。でしょでしょ。つうわけで例のやつ言っとく。ゲロ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 。モア殿、よろしく頼むであります。わかりました、おじさま。っていうか百発百中。今であります。ハイナーさん、無様に止まってるです。ほならプープー。これでも動いてるんだぜ。俺たちがケロックアップしたから相対的に止まって見えるだけだ。今のうちに存在な姿に。たままにと、うん、我が輩たちは作戦中なのであります。遊んでる場合ではないであります。はーい、ごめんなさい。ちっ、うぬいやすめ。ではただいまからあっという間にペコポン侵略作戦へ出発。
こにサインしてちょ。ミッションコンプリート。これで次の瞬間にはサインがされ、ペコポンは我々のものとなるでやります。わーい、やったなケロロ。では日向家へゆっくり帰るでやります。おー、拍子抜けするほど簡単だったな。一日もかからなかったであります。時間が余っちゃったでありますな。一週間の休暇をもらったと考えればいいのではござらぬか。ああ、それがいい。早く帰ってお菓子を食べまくるです。我が輩は心置きなくガンプラ作りに精を出す。どうしたケロロ。いや、わからないであります。何かとてつもなく重いものにでもぶつかったような。さてと、じっくりカレーを煮込むかな。ポチッと。うん、なぜ開かない。今のうちに顔にいっぱい落書きしてやんよ。あれ、おかしいな。なんじゃこりゃ。さて、ゆっくり武器の手入れでも。見て、あ、なんだ、硬い。なんで。グーソーさん、なんか変なんです。サインペンを取ろうとしたらくっついちゃってるんです。ひどいよケロロ君。畑に水をまこうとしてもジョウロがくっついてて持ち上がらないんだ。ケロロ君のいたずらでしょ。我が輩じゃないでありますよ。いたずらなんかじゃねえぜ。くっついてるように見えるが、それが1秒の重みってやつだ。1秒の重み。天の道を行き、全てを司る銃の光線を浴びた俺たちはケロックアップして現実の時間から解放されているが、そうでないものは現実の時間の中にあるわけだ。もうちょっと噛み砕いて。あんもしゃん、しょうがん、グッと噛んで。ゲロ、これをグッと噛めばいいのでありますか。あー、はい、そのままそのまま。俺たちは1秒を1週間の長さとした。つまり時間を60万4800倍に引き伸ばした。テロップアップされてないものを動かすためには引き伸ばした分だけのエネルギーが必要ってことだ。あっ、すごいエネルギー。それでは我々の自由になるものは、光線を浴びた俺たち自身とフライングボードとそのゴムだけだ。水や食料は？もちろんだね。そんな、干からびちゃうです。ピロ。それじゃあ俺たちは閉じ込められたも同然ということか。まさに1秒という名の牢獄でござるな。な、ケロックアップが終わるまでどうしようもねえね。それってあとどれくらい。あと6日と少しってとこだ。そして1週間後、おいみんな、あと30秒でケロックアップが終わるぜ。マジっすか。今までで一番過酷なサバイバル訓練だったな。こうなったら冷蔵庫の中のもの全部食ってやるです。あと3、2、1、あちろ。あんたたちそんなとこで何やってんのよ。ということがあったんだ。軍曹たち命がけで大変だったんだね。同情することないでしょう。ところでその契約書はどうなったの。うわ、それそれ、テレビテレビ。それではもう一度条約がサインされる歴史的瞬間をご覧いただきましょう。これがペコポン侵略の決定的瞬間であります。1週間の苦労があっという間に、まさに光栄
それ使い方間違ってます。西沢桃香です。私の両親は忙しくていつも世界中を飛び回っています。でも寂しくはありません。地球上のどこからでも自家用ロケットやスペースシャトルで15分以内に駆けつけてくれるんです。そんなことよりオリオ兄ちゃんはろくでなしです。桃香、普通に仕上がれ。リアリマスホールの休日、リアリマスの2本つことで